イピジパルシャラへようこそ私はネル大学の日本語文学文化研究学科の教授でジョージと申します。今日のモジュールは日本の学校給食制度というテーマです。まず背景について少し説明したいと思います。日本の立 小中学校における学校給食の歴史は明治時代までに遡るが児童の体育向上と栄養教育を目指して戦国的に復旧したのが世界第二次大戦後であります。敗戦後の食料不足のため気が飢饉が広がり 当時その解決法を見つけ出さずに東方に暮れていた日本の統治者の助けになったのは戦場軍の漆器を取っていたアメ,リカでアメリカでした。主食の米が入手できないという恐ろしい状況を乗り越える目的で小麦の薄い粉であるメリッケン粉を日本に紹介して 日本人にあまり馴染みのないパンを大量に作り学校給食の就職にしま,し,ましたそれは学期的な出来事で一個日本の学校給食がさまざまな品質改良献立て改善の段階を経て現在の日本人の食生活の象徴とも言えるようになっています。 それではこのモジュールの目的について簡単に申し上げたいんです。現在日本の小中学校の生徒の間に人気が高い給食の歴史的展開、学校教育におけるその意義、そして学童体位向上の向上や生徒の憲法確保に占める給食の重要さなど、学校給食の特徴を解き明かすことは このモジュールの目的です。戦後の学校給食では、メリコン号で作られたパンとミルクの脱脂粉乳とお菓子が基本メニューで、それこそ理想な完全給食だと考えられていたが、日本経済の高度成長期である1970年代になると、再び米派が 学校給食の中心を占める米飯給食に切り替えられました学校給食の分野でおことこの楽器的な展開をできるだけ系統的にかつ分かりやすい言葉で解きたいと思いますこのモジュールに出てくるキーワードは次のようなものです学校給食メリケン語 完全給食、米飯給食、脱脂粉乳、学童、体医、貧困児童、栄養改善、貧困児童給材、救済、栄養不良児、身体強弱児、学校給食、奨励規定、完全給食制度、執権給食、学校給食法、 煮込み料理、金属製容器、学習用付け、犬食い、先割れスプーン、日本学校調理、調理師会、調理研究研修、学級活動、献立構成、食アレルギー、後片付け、麦ご飯などです。それでは、 これから学校給食の歴史的展開について考えてみたいと思います。日本で学校給食制度を初めて取り入れたのは明治維新後20年もた1889年、つまり明治22年だと考えられます。その年に山形県鶴岡町の私立中愛小学校で貧困児童を対象に 無料で学校給食を実施したのが日本の学校給食の起源だとされています当時貧困にあえいでいた貧しい農家の子どもたちの中にはお弁当を持ってこられない子どもがたくさんいました私立中愛学校は仏教系の学校で幹事社のお坊さんたちはこういう貧しい子どもを哀れみ 彼らの空腹を満たす目的で学校給食の制度を工夫しおにぎり焼き魚漬物を昼食に出しましたつまり日本で初めて学校給食制度を始めた学校はこの中愛小学校です中愛小学校で初めて出された給食は、まああの家で見ているようなものでおにぎりと魚とそれから 漬物でした以降日本戦国画家の小学校で特に貧困児童向けの給食制度が相次いで導入されました例えば1907年明治40年に広島県大草村義務奨励会による給食秋田県高梨神女高等小学校で貧困児童のための給食 1911年に、つまり明治40年、岩手県、静岡県、岡山県かの一部の学校まで給食が実施されています。大正時代に入ると、学校給食の意義や大切さはいかなるものかがより多くの学校管理経営者、教育家、及び一般大衆に分かるようになりました。その結果、本来貧困層の学童向けに、 始まった給食制度が次第に小中学校のどの生徒も対象になるよう,ようなものに変わりました。中にはご飯の代わりにパンを給食に出す学校も出てきました。例えば1920年、つまり大正8年に東京府は東京府直轄の小学にパンによる学校給食を開始しました。 1924年、つまり大正12年に文部省には児童の栄養改善のための方法としての学校給食を奨励し、1932年に文部省訓令第18号学校給食臨時施設法に法を定め、国庫補助による貧困児童の ののたためめ学校給食を始めて実施しましまそして1940年つまり昭和15年になると学校給食の基盤がさらに広がり今までの主な対象,で対象者であった貧困児童の傍ら栄養不良児信頼虚弱児なども栄養的な学校給食の枠の中に入りました。 しかも、これら、学校給食の実施が文部,文部省訓練第18号に学校給食奨励規定の下で行われたのです。このように学校給食制度が順序に進み、1944年、つまり昭和19年になると、戦国の第6大都市の小学校の約200万人の 児童を対象に米や味噌などが中心となる学校給食が実施されました。また戦後に学校給食方針が新たに定まれ、東京、神奈川、千葉の3県に1946年12月1日に発された文部、発された文部、厚生、農林、山椒、時間、通達の学校給食実施の普及の書類について、 という方針に基づいた、執権給食が実施され、翌年の1947年に戦国都市の学童約300万人に対し、学校給食が開始されました。1949年に保健体育審議会令が制定され、学校給食文化審議会が設けられ、同年、 10月、ユニセフ、つまり国際連合児童基金からミルクの基礎を受けてユニセフ給食が開始されました。1950年になるとアメリカから小麦粉を大量に輸入するようになり、初めは八大投資の小学校児童を対象に米、米飯の代わりにパンを主食とする感染給食制度が発足され、 それから2年もたたぬうちに戦国すべての小学校に完全給食制度を取り入れましたこの時のこの時代の給食では主に5食ご飯と栄養味噌汁などが出ていましたでまだもう一つの種類は脱脂粉乳トマトシチューなどでした そして、それにはまだ、えー、コッペパン、脱脂粉乳、そして、クジラ肉の竜タ揚げなどが出ていました。えー、もう一つの、えー、種類の給食は、コッペパン、そして、脱脂粉乳、それから、クジラの竜タ揚げ、そして、 千切り、キャベツすとジャムでした。敗戦後の日本は必死に再建国の方針を追求した結果、1950年、50年代半ば頃になると、経済がすんすん立ち直り、朝鮮戦争時に目覚ましい発展を発揮しました。一方、学校教育のさらなる整備を目的に、1954年に、 第19国会で学校給食法を成立し、公布されました。同年中に学校給食法施行令執行規則、実施基準なども定められ、学校給食の実施体制が法的に整いました。この学校給食法は、最初、小学校だけを対象にしていたが、1955年にその一部を改正され、 中学にも適用されました。こ個、学校給食の量とともに、質の格上げに比重を置き、栄養バレンスのとれた、料理を子供に食べさせる動力を続けてきました。その一環として、まず今までの脱脂粉乳から作られるミルクを牛乳に切り替え、おかずとして、イワシ、サバなどの水煮が 主となりましたそして1950年代の後半になるとクジラ肉1960年代に入るとクジラ肉から鶏肉へと変わりました1962年に学校給食用小麦粉への B1B2 の強化を実現させるとともにビタミン A の強化も行われましたそれによく1 0ました 百9 6 3年にミルク給食の専門実施が推進されました。これは1950年代の学校給食の雰囲気を撮った写真です。しかし、この経済成長の兆しが現れ始めていたのに、当時の学校給食の質はそれほど改善されていなかったのが、 現実でしたもちろん一般の食生活も今のような美味しくて優雅なものになっていなかったんですつまり非常にまずい食べ物が給食に出されていたことは否定できませんまた戦後の学校給食で,では煮込み料理が多かったので食器として皿と汁ーの機能を持つ 金属製用器が全般に用いられていました。金属は熱伝導率が高いため熱い煮込み料理が入っている金属の食器が意外に熱くなることで幼い小学生の手で持てないという問題を引き起こしました。それに子供たちの体に比べて学習用机が 高いので、食器を机に置いてちゃんと食べることもなかなか無理でした。そこで、直接皿の中へ口をつけて飲み込むという食習慣が生まれ、それをイルクイと呼ばれました。この問題を部分的に解決する目的で、1960年代にフォークとスプーンの機能を同時に果たす 先割れスプーンが開発され、橋の代わりに使われるようになりました。しかしその結果、橋の使い方がうまくできない児童が増えて、食生活においてもう一つの問題を生み出すことになったと言われます。こういう悪状況の中でも、学校給食をする学童の数がすんすん伸び、1958年にはすでに900万人の児童、 児童が学校給食の対象者となっていました。そして1965年に行われた調査によると当時の学校給食の普及率は小学校は90%戦後で中学校はおよそ60%戦後でありました。1973年に学校給食のさらなる改善を目指して 日本学校調理師会を設立し、学校給食研究施設を開設して、調理研究研修を開始しました。それからも、米藩を正式に給食の主食に指定するなど、様々な改善、改革が継続的に行われ、1988年の3月に、小学校学習指導要領 中学校学習指導要領が改正され、学校給食は特別活動の中の学級活動に一置つけられました。そして、給食に出される食品の構成を定期的に改定し続け、2003年になると、麦ご飯、米ご飯、米粉のパン、鶏肉、ツナ、キャベツなどの冷菜 コーンスープ、果物、牛乳などという栄養バレンスの整った献立の給食が出られ始め、子供たちも学校給食の時間を楽しく待つという日々となりました。これは2004年頃出されていた、えー、学校給食の例であります。例えば、 米粉パンとか、えー、それから鶏肉とかカシューナッツの炒めそれから、えー、ツナとキャ,キャベツの零イ、それからコーンスープなどが、えー、出ていますもちろんミルクも牛乳も出ていますこれは、えー、今年つまり2017年の学校給食の献立の、えー、例の一つです えー、例えば磯煮とか、八景の汁、干し焼きとか、えー、それからサンマーあー、芋と栗のタルトなどが出ています。もちろんミルク、牛乳も出ています。えー、これも今年の2017年の学校給食のもう一つの献立の例です、えー。ビーフ、カレーとか、えーえー ツナとコーンのサラダとか、えー、麦ご飯そして牛乳が出ていますこれもまだ2017年の学校、えー、給食の献立の一つの例です、えー、林ハヤシシチューそしてホレンソウのソテそれから、えー、ブラウンパンなどが出ています それでは今から日本の学校給食の特徴はどんなものかポイントだけを取り上げて説明したいと思うまず日本の学校給食制度はいくつかの特徴を持っているということは今までのえ話で分かったと思いますインドの給食制度と違って日本の学校給食は感染無料ではありませんますし学童向けに給食制度を始めた当時は もちろん無料で実施されていたが献立構成がおいしくて豪華な料理に変化していくにつれて給食も無料から有料に変わり決められた支払い日に月払いの形で祝事代を収めるのが決まりです献立構成は学童やその親と相談して行うことが もちろん日本の学校給食制度の一つの特徴です。そして牛乳やその他の料理に対して食アレルギーを患う児童は特別扱いの対象となっていることもその特徴です。食事後のあたかたつけは生徒がみんなでクラスで、クラスごとに行います。それもおそらくインドの学校で見られない まあ、現状であると思います。次は、学校給食の対象になりたくない児童は、給食制度に加入しなくても良いという制度があります。そしてまだ、混立個性は定期的に見直しをされ、常に栄養バランスの確保をしています。それはもちろん、あの、学校側と、 えー、生徒の児童の親、えー、も中に入って一応献立てを決めるのです他に特徴として取り上げ,ら上げられる項目がたくさんあるがここで省略しますじゃあこれから結論に入ります日本の学校給食制度は約130年以上の歴史を持っていますおよそ 各10年ごとにその制度が大きく見直され、変わってゆく社会的経済的状況に合わせて改善されています。現在の給食の献立て構成を見ると、毎日の料理がそれぞれ違う献立てになっています。しかし、ほとんど全ての日に出されるものは牛乳で、米ご飯、麦ご飯、五食ご飯など、 ご飯の種類が多くパンもさまざまな種類のものが出ていますそれにジュースやスープなども出る日がありますいずれ1960年代までにまずいと呼ばれていた学校給食が次第に子供の間の人気者になって学校での勉学よりもおいしい学校給食を楽しむ目的で 通う学生も少なくなさそうです。